あれは行方不明になってる子供じゃないか。まさか本当にヒキコさんが現れるなんてね。ヒキコさん VS 小悪魔女子。俺の名前はハルシオン、中学2年生。あれはナナシノ。私の名前はナナシノ、中学2年生。今日は調べ物をしに図書室にやってきたの。うんうん。鏡で常に身だしなみをチェックする。やっぱり来たわね。図書室しか居場所がないネクラちゃん。あんた昨日またハルと喋ってたでしょ。ネクラのくせに人気者のハル君と話すなんて、なんて生意気な。調子に乗ってると痛い目に遭わすわよ。あっと、この様子を動画に撮ったり誰かに作ったりしようなんて考えない方がいいわよ。もしそんなことしたらどうなるかわかるよね。放課後の図書室、誰もいない。ネクラはネクラらしく学校の暗いところに入っとけばいいのよ。やだ、やめて、来ないで。ここで何してるんだ？ハルくん。いや、別に何も。ただ、あっちたちもたまには本を読もうと思って、ナナシノにおすすめを聞いてただけよ。本当か、ナナシノ？うん。様子がおかしいな。今日はナナシノに勉強を教えてもらう約束だよね。え？あ、そうだった。忘れてて、ごめんね。じゃあ、行こうか。帰り道。あいつらからナナシノを守るためとはいえ、俺はなんてことを。ねえ、ハルくん。うわ、ごめんな。手離すの忘れてた。すごい手汗だ。ドキドキがすごすぎて。ごめんナナシノ。俺すごい汗かいてた。ハルくん。まあ、いきなりごめん。うん。ハルくんが謝ることなんて何もないよ。それよりも、私を助けてくれたんだよね。ありがとう。ハル、さっきは勘違いさせてごめんね。いじめてたわけじゃないんだよ。くぅ、ネクラのナナシノにハルを取られてたまるか。ねえねえ、あちしもナナシノに勉強を教えてほしいな。あ、いや、勉強を教えてもらうの別の日だったんだよな。ナナシノは今日は用事あるんだよな。そうなんだ。じゃあ、あちしも途中まで一緒に帰る。え、いやいや。いいでしょ、あちしもナナシノの友達なんだし。お友達ならナナシノに意地悪するなよな。意地悪？なんのことかな。俺は嘘つきは嫌いだぞ。ナナシノちゃん、さっきはごめんね。ちょっとふざけすぎちゃった。うん。そういうわけだからさ、ハルくんもそんなに怒らないでよ。おい、あんまりくっつくな。いいじゃん、いいじゃん。ナナシノが見てるじゃないか。まったくもう。もう。私だって、あんな風にハルくんとくっついてみたいのに。ナナシノ、どうしたんだ？なんでもない。ねえねえ、そんなことよりさ、次の体育ってサッカーだよね。またハルくんのゴールシュート、見たいな。ああ、そうだったな。みんな期待してくれてるから頑張るよ。ナナシノ、なんか怒ってる？奇妙な事件。おい、このニュースってまさか。先月は隣町で3名の児童が行方不明、うち2名が遺体で発見された事件が記憶に新しいですね。そして今月に入ってからはこの町でも3件目の児童行方不明事件、先週1名の児童が遺体で発見されました。警察はこれらの事件は全て関連があるものとして捜査を進めています。おいおい、この行方不明になった子が通ってる学校、すぐ隣町の学校じゃないか。先月から隣町とこの町で起こってる事件ね。まだ犯人見つかってないんだよね。怖いね。大丈夫だ、警察が動いてくれてるみたいだし、誘拐犯はもうすぐ捕まるよ。二人とも知らないの？この事件警察では解決できないわよ。どういうことだよ。だってこの事件の犯人は人間じゃないって噂よ。なんだよそれ、
犯人が人間じゃないなら何だって言うんだよ。そんなのキキコさんに決まってんじゃん。キキコさん、子供を捕まえて引きずり回すお化けのことよ。行方不明になって遺体で発見された子供たち、全員おかしな死に方をしたって書いてあるね。皮膚がほとんど削れててズタズタの肉塊になってたらしいわ。土まみれで地面をずっと引きずられてたんだって。ひっ、だからね、ヒキコさんが犯人で子供を捕まえて引きずり回してるって噂で。でもだからってな、それだけで決めつけるのはどうかと思うぜ。犠牲になった子供はみんないじめっ子だったって書いてある。いじめっ子？どっかの誰かさんも危ないんじゃないか？違うわよ、もう勘違いだって言ったじゃん。ごめんごめん、続きを教えてくれ。ヒキコさんの過去。ヒキコさんはね、人間だった頃は成績優秀で美人な女の子らしくて、でもそれで一部のクラスメイトから妬まれていじめの対象にされちゃったんだって。足をつかまれて床を引きずり回されたみたいね。かわいそう。ああ。それでヒキコさんは恨みからお化けになっていじめっ子に復讐するために自分が受けたいじめと同じ方法で子供を殺してるっていう噂があるらしいわね。なるほどな。ふーふーふー、これは面白くなってきたわね。絶好のネタになるわ。うわ、今出たらまずいだろ。え、何？どうしちゃったの？二人とも。あ、なんでもないよ。こいつは七篠じゃない、正確には七篠に取り付いた悪魔、夜回りさん。七篠？あら、私は七篠じゃないわよ。おい、こら、バカ！どういうことなの？仕方ない。七篠の秘密というわけなんだ。だから俺は七篠を救うために俺も悪魔と契約した。契約？悪魔の YouTuber 活動に協力すること、それが俺の契約だ。 YouTuber？ なんで悪魔がそんなことするの？ふふふ、それは阿鼻教官の怖い話で視聴者の恐怖を集めるためよ。恐怖を集めるってなかなか趣味が悪いわね。そりゃ私は悪魔で悪魔ですから。まあ簡単に説明するとこういうことさ。そうだったんだ。でも本当にこんなことってあるのね。じゃあこの間あちしを脅したのもあんたなの？どういうことだ？七篠がいじめられてたから私が代わりに反論して撃退してあげたことがあるのよね。やっぱりいじめてたんじゃないか。違うってば。あちしがいじめっ子みたいな言い方やめなさいよ。それよりも本当は二重人格を演じてるとかじゃないの？あら、まだ信じきれてないみたいね。ふっ、うわ、なにこれ本物？当たり前じゃない、あくまで、あくまでったら。ひゃん、ほら、勝手に触るな。え、マジじゃん、すっごい。あ、ちなみに、悪魔が表にいる間の記憶は七篠には残ってない。だから、七篠にはこいつのこと言っちゃダメだぞ。もちろん、他の人にもな。ダメなもんはダメだ。七篠が知ったらショックを受けるかもしれないからな。本当に言うなよ。わかったわよ、秘密にしておく。天気予報では今日は雨なんて降らないはずだったのに。もう冗談じゃないわ。ねえ、何か聞こえない？まさか、キッコさん？確かに変な音が聞こえるな。埼玉、これを見てみなさいよ。うわ、なんだこれ。もしかして血？うわ、チャンネル登録と高評価よろしくな。これで契約完了じゃ。